ルノー・タリスマン・タリスマンは、ルノーが、かつて発表した、コンセプトカー並びに、製造、販売している自動車。社名は、英語で、お守りを意味する。2000年、Z12 の名でスケッチを公開したのが始まりである。その後、2001年のフランクフルトモーターショーにて、ガラスルーフとガルウィングドア採用のコンセプトモデルとして、発表された。デザインしたのは当時、 チーフデザイナーだったパトリックルケマン。特徴の一つであるガルウィングドアは電動油圧アクチュエーターを介して自動開閉が可能なだけではなく2 4 5 0ト、mm、ルの長さを誇るためセンターピラーレス構造と相まって優れた乗降性とインテリアの個性をアピール。シートはセンタートンネル左右に独立したものを2つずつ浮かして取り付けている。 各シートは固定式だが、ダッシュボードとペダルが一体で前後に動くことで、理想のドライビングポジションを得る仕組みとなっている。また、インテリア中央にはタグホイヤー製のクロックが埋蔵されている。上述のコンセプトカーとは、社名以外の共通点は全くない。開発は、参加の韓国、ルノー・サムスン自動車主導のもと、共同で行われた。 2015年6月29日に新型 D セグメントセダンの社名がタリスマンと発表され、ティーザーキャンペーンが開始された。7月6日、パリ近郊のシャンティーにて、ルノーグループ CEO カルロス・ゴーンとコーポレートデザイン担当副社長ローレンス・バンデン、アッカーが出席して発表会が行われた。9月17日から開催される。 フランクフルトモーターショーにて、エステートと合わせて一般公開され、セダンは2015年12月から、エステートは翌2016年4月から販売が開始された。エステートは国によって名称が変化するだが、イタリアはスポーター、ドイツスウェーデンアイスランドはグラントゥール、スペインはスポーツツアラーなど、生産はフランスのデュエイ工場にて行われる。なお、 セダン市場の世界的な減少により、エスパス同様、右ハンドルの生産計画は、今のところないため、イギリスやオーストラリア、日本といった右ハンドル圏への導入の可能性はほぼ、皆無である。そのため、オーストラリア市場等の右ハンドル圏では、メガーヌ4セダンを、ラティテュード、フルエンスの統合後継者種として当てている。プラットフォームは、 ルノーイコール日産アライアンスが開発した CMFC-D を採用。セダンの場合、トランクルームは608リットルの容量を確保し、60、40の分割カト通りアシートで、長い荷物の積み込みも可能となっている。エンジンは、日産主導開発の M5M と呼ばれる1.6リットル直噴ガソリンターボ、並びに、ルノーが開発した1.5リットル。 K9K と1.6リットル r 9 m の2種のディーゼルエンジンが用意され、ラグナやラティチュードに設定された V 型6気筒は非設定である。トランスミッションは M5M が7速 EDC のみ、DC110 と DC130 は6速、MT または6速 ED C、EDC、DC160 が6速 EDC のみとなる。なお、EDC はいずれもゲトラグ車制である。 ダッシュボードに搭載される R-Link に、インフォテインメントシステムは7インチ、または8.7インチのタッチスクリーンを備え、R-Link ストアにて、アプリケーションが入手可能である。2016年1月13日、ルノーサムスン自動車がタリスマンのリバッジ車である SM6 を発表した。SM6 は、d ゥエ i ではなく、韓国、富山の構成区にある、 不山工場にて生産が行われ、同年3月から販売が開始された。エンジンは、タリスマンと共通の M5M 型1.6リットル、グディターボに加え、タリスマンに未設定の M4R 型2.0リットル、グディガソリン並びに、同2.0リットル,ルプライの、計3種類で、タリスマンにも設定される。ディーゼルエンジンは、SM6 においては1.5リットルのみとなる。また、 ボディタイプはセダンのみの設定で、ラティチュード並びにラティチュードの兄弟車である SM5 は廃止とはならず、引き続き2019年まで販売された。グランドツアーグランドツアー兄弟車のルノーサムスン、SM6、ありがとうございます。